日本の先住民アイヌ民族であります、まあ、この船、今回で2回目ですが、たくさんのアジアの方々と、まあ、いろんな年代の方が乗っているのが、まあ、今回初体験だったかなと思います。この船が海の上に浮かんでて一つの地球のように考えたら、これだけの人たちが乗って、いろんなことをやってるっていうのはなんか美しいなと思って思いました。非日常のようなこの旅なんですが、でもこの中に日常が出来上がっていて、若い子たちとかお年寄りが話している姿、そういうのも見れてですね、なんとなく希望を持ったような気がいたします。年寄りの方々もね、決していろんなことを諦めず僕らにいろんなことを教えてくれるっていう、そういう灯籠のような世界観を大事になさってください。若者は若者で、積極的に、学びに行き、いろんな人と話して出会うことで、自分を作っていってほしいなと思います。その2つがあるっていうことの素晴らしさはこの船の特徴かなと思いますので、僕なりに応援していけたらいいなと思っております。